こんにちは、柴田です。今回はチューブ春畑さんのモデルギターをレビューいたします。チューブの春畑さんといえば、まあ、僕ら世代だとフェルナンデスの印象が、ね、あるかと思うんですけれども、今回レビューするのはフェンダーです。こだわりの詰まった一本になっておりまして、2023年のね、まだ新しいモデルなんですけれども、フェンダージャパンダイナ製になっております。まずね、ちょっと驚いたのがね、思ったよりもね、お安い価格でね手に入るんです。今千葉管楽器では14万8000円で販売されておりまして、非常に綺麗な作りで各所にこだわりが詰め込まれている一本になっておりますのでね、ちょっとね仕様をまずはですねご紹介させていただきたいと思います。カラーはねトランスピンクということで、まあ、赤っぽいんですけれども、ちょっとね変わった色になっております。もうここからねおしゃれ感がね出ておりますよね。そして特徴的なのはこのリバースヘッドですね。裏にはご本人のサインがあって、サテンのフィニッシュになっております。で HSH で、このねブリッジはなんとなんと5等です。なので、まあ、日本製で5等のブリッジ、和のテイストがね結構ね盛り込まれてるようなね一本になってますよ。でピックアップは HSH で、このハムバッカーはディマジオになっております。エアノートンとフレッド、そしてセンターがですねなんとなんとテキサススペシャルが乗っかっているというね、このこだわり、まあ、ピックアップだけでもね豪華仕様ですね。でボディのトップにはフレームのねメイプルが乗っかっておりまして、アッシュのボディです。非常にね綺麗な木目、まあ、アッシュということでね、重量はね、まあまああります。まあまあというか結構あります。4.3 キロ。ずしーんとしている感じですね。で、5A のセレクターにボリューム、ボリューム、トーンになってます。で、このトーンがね、プッシュプッシュになっていて、なんとね、これね、フロントのピックアップをオンオフするスイッチになっていると。ここぞでパワーが欲しいという時にね、ポンと押すと、まあ独特なサウンド、こことここが一緒になると。まあ、離れた同士のねハムが鳴るとか、ミックスのサウンドも太めになるという風なところですね。ネックはね若干ソフト V 寄りなんですよね、まあ、ヴィンテージテイストをね感じさせるようなネックの形。では生音いきましょうかね。うん、まあ、このロックトレモロなんでね、やっぱちょっと金っぽい感じ、金物っぽい感じの音はしますね。でもネックがねすごいしっかりしてるんで、カチッとした音っていうかね、そんな感じです。ストラトね、なるべく軽い方がいいなと思うんすけど、これね重量感あるのは重量感あるので、やっぱねバランスがいいというか、こうね重厚感があってね、これはこれでねありかなっていう風なね感じですね。ではリアからいきましょうかね。うん、割とさっぱりめミックス、やっぱね後藤のトレモロやっぱいいっすね。でこれテキサススペシャルいきます。トレモロ、フロント、
しない感じ。お、いいフロントっすね。モコッとするかと思ったんですけど、やっぱね、アッシュのこの重量感で、やっぱハムにもね、耐えるボディというか、カチッとして出してくれる感じがしますね。ミックスがやっぱね、チューブといえばね、やっぱね、夏休み、ちょっとね、ミックスでのカッティングですね。次フロントのミックスでいきましょうか。うん。でテキサススペシャル。いいっすね。夏休みサビはね、バッキングで。でしょうか。はこだわり詰まった一本というところで、まあ、もう一つ特徴としてはね、ダイレクトマウントですね。ピックガードなしと、まあ、ロック要素の詰まった感じでしょうか。まあ、現代のトラッド系とはね、全然違うテイストで、一昔前感はあるんですけれども、一周回って古くないという風なところですかね。まあ、日本製というところでね、さすがの作りという風な感じでね、丁寧なところがサウンドにも出ているなという風な感じです。まあ、現在ね、千葉管楽器にありますので、ぜひ試奏しに来てください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。